自己紹介とどういったお仕事をされているのか教えていただけますか。はい、ヤンマー研機産営業所の上野と言います。普段はお客様の機械を修理、点検することが主な修理となっています。上野さんは林業にはどういった経緯で携わることになったんですか。僕はですね、産営業所の前に兵庫支店というところにいまして、兵庫支店が非常に林業の盛んな拠点だったので、そこから林業をすることになりました。あ、そうなんですね。やっぱりですね、面白いんですよね。面白い、はい、でいろんな機会があって、いろんなことができるっていうのがやっぱ楽しいかなと思いますね。きつい仕事なので少しでも機械で楽をしてもらえる、やっぱりヤンマーでよかったって言われるとやっぱり嬉しいですよね。ヤンマーは非常にお客様に対しての作り込みが多い機械なので、今ここでこれがやりづらいなって思ったものをなんとか形にやりやすい方向に向けていけるのはやっぱりヤンマーだと思います。日本の林業の現状とかってどう見ていらっしゃいますか。そうですね、やっぱり若い人が少なくなってるので、今までの人たちには楽になってもらいたい、でもこれから入ってくる人たちにはかっこいい機械を乗ってもらいたい、でやりがいがあって楽しいっていう機械を作りたいですね。今後の目標とか展望みたいなのもお伺いできます。やっぱりお客様がどうしても現場でここがやりづらいんだよね、ここが欲しいんだよねっていうのがあると思うんですよね、はい、それをうまく形にして提供できる会社になりたいし、なっていきたいと思います。ヤンマー